常に無意識で首と肩をこう揉んでしまったり、首をこう回して動かしてボキボキ鳴らしたり、頭痛が収まらないから読書人が手放せない。こういったですね、痛み、首肩の凝りっていうのをですね、皆さん放置してませんか？今回はですね、首肩凝りを放置ということで、まあ、これからですね、いわゆる四十肩だったり、五十肩、六十肩のようなものだったりとか、まあ、怖いことというと、四十肩、五十肩であったり、まあ、ヘルニア、首のヘルニア、手足が痺れるとかですね、首が回らなくなるみたいなですね、症状も出てきたりしてしまうので、まあ、そういったことにならないようにですね、まあ、この動画を見て、セルフケア、まあ、ご自身で痛いほどね、気持ちは分かってます。なぜかというとですね、もう3万人以上ですね、そういう方を治療してますので、まあ、なぜそうなってくるのか、なぜそういうふうにこう痛みが誘発されるのかっていうのも、まあ、それぞれ皆さん姿勢が違うので、アプローチも違ってくるんですけど、今回はですね、ある方の、お悩みというか、ご相談で、をもとに、まあ、それを当てはめると、こういう人も効果があるよねっていうことで動画を作ってます。まあ、その方はですね、ちょっと不意な事故というか、アクシデントで、第二肋骨ってこう上の肋骨を骨折してしまった方で、まあ、その方、結局、肋骨骨折してしまってもですね、病院行ってもレントゲンとかエコーを取って、あ、折れてます。でも、特になんかバンドみたいなの取って、固定して、まあ、3週間後また来てくださいって、特にやれることはありませんっていう形で、まあ、悶々と過ごしてるわけですよね。結局、そのバンドみたいなのも苦しくて、うまく固定できないし、みたいな形で。じゃあどうするのかっていうところですね。まず、痛みが出るパターンに関しては、それが、まあ、急性か慢性なのかっていうのを判断しないといけないですね。まあ、その何かがってぶつかったりとか、急に痛みが出るってことは、炎症が起こってる証拠なので、まずその炎症反応が止まるっていうのが大事なんですよね。で、この炎症反応が止まるっていうのは、大体、まあ、期間で言うと、長くても、まあ、3、4日、まあ、1週間ぐらい。まあ、いわゆる、わかりやすい例で言うと、バーって腫れるとかですね、熱を持つとか。っていうのは炎症、体が、なんかこう、パキッとなんか傷ついたりとか折れたりしてしまうところを修復、最初に修復するっていう過程のもと起こるプロセスですね。で、それが終わると、少しずつモデリングってこう、元に戻すような、こう作用になってくるわけですよね。物質が変わってきて、で、修復しようっていう形に。まあ、最初のところは解体して、こう、更地にするみたいなイメージですよね。家で例えると。まあ、そのようなことをして、行く段階の中で、じゃあ今何ができるのかっていうところを今日はお伝えしていきたいなと思います。で、まあ、早速ですね、やっていくんですけども、何て言うんだろうな、やる前にどのぐらいできるかっていうのがチェックが大事なので、まずですね、呼吸、鼻で息を吸って鼻から普通に吐いて、まずここで痛い場合はまずこれ以上進まないでください。これ以上やるのは良くない。で、もう一回今度はちょっと深めに深呼吸ってやつですね。大きく吸ってみて。と、口から吐いて。ぐらい吸う。まあ、2、3回やって、これでも痛みなければ問題ないかな。はい。で、あとは少しこう、痛い、まあ、部分を押してみる。自分で、強くじゃなくて、ぐっと軽く圧迫するぐらい。これで痛くなければ、まずこの動画は OK です。これで、まあ、少しやってみる。あとはですね、もう少し動きでから見てあげると、例えば右が折れてるとした場合に、手をですね、90度まで上がるのであれば問題ないです。こっから上げるのは、この第二肋骨だったり、上の肋骨が折れてる場合は、すごくこう、作用が強くなってしまうので、なるべく、どうかなと思って上げる部分はいいんですけど、1、2週間の間は上げないようにしていただいて、まあ、横の動きも同様ですね。この肩よりも、鎖骨、腕が上がらない。ここまで行ってしまうと、さっき言ったように第二肋骨の、上の肋骨の影響っていうのが強くなってしまうので、で、ここから後ろに持ってくるのもそうですね。なるべく、この範囲ぐらいまで、ぐーって行けるところまで行ってしまうと、伸びて気持ちいいなっていうのはあるかもしれないんですけど、行っても10度から20度ぐらいまで、っていう形でやっていきます。はい。で、今日はですね、そのポイントとして、肩こりとか、その肩が上がりやすいっていう人の予防、そして改善にも、そして解消にもなるっていうことで、こういうですね、100均でもこういうボール売ってます。で、柔らかくしてパンパンにするんですけど、このちょっとね、柔らかいぐらいがちょうどいいです。
で、もうやることはすごいシンプルになります。単純にこのボールを椅子に座った状態で、まあ、手と手を合わせてこうボールを潰します。で、これ多くの方がやりがちなのはこういうふうに力が入ってしまう。肩を下げて肘を少し寄せて、手と肘が同じラインで、手のひらで少し手のひら全体で捉えたボールを指先軽くホールドしてぐーっと押さえつけてある。胸の内側を使っていきます。だいたいふーっと息を吐いて、まあ、手と手のひらを合わせて幸せとよく言いますが、これを5回唱えてあげましょう。手と手を合わせて幸せ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 。このように5回ゆっくり唱えていただいて、そうすると気持ちも楽になります。そして筋肉も体も整うということで、一石三鳥というところですね。まあそんな感じでやっていただいて、で今度はもう一個ちょっと浅めに座っていただいて、椅子をの横にこのようにボールを置きます。で、これ床でもいいんですけども、手をですね、手のひら全体でさっきみたいにボールを捉えて指先を置いたら、このボールを潰す、斜め下にぐーっと潰すように少し肘を伸ばしてボールを押します。この時にこうならないように肩が上に押してるのにこっちに近づかないようにしっかり引き下げてあげる。そうすると肩甲骨、背中のあたりと少し肩が後ろに行きますので、自然と姿勢が矯正されていく。で、頭が前に出ないように気をつけていただいて、必ず回す。これもぐーっと背中を押す。背中で押す。背中で押すっていう感覚のイメージを唱えつつ、まあ、だいたい10秒から15秒ぐらいカウントしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、OK。こういう形で10秒やっていただく。で、このぐらいの感覚で、まずは少しずつで、数多くやるっていうのも大事なんですけども、実はこういった簡単な動きを、日々の生活、1時間から2時間、まあ、3時間とかですね、その時間おきに数回繰り返してあげて、刺激を入れ続けることによって、あ、元に戻んなきゃいけないんだなっていう作用を強めてあげることの方が大事なので、まあ、この2つだけでも、まずはやっていただいて、簡単な部分として、で、手が上がるようになって、だいぶ安心感、そして呼吸での痛みも取れたら、次のステップに行けるので、まずはこのように簡単な動きをしっかり正しい姿勢でやることが、姿勢改善、そして痛みをなくすこと、そして解消する、そして、なんて言うんだろうな、まあ、一番近道になります。なので、まあ、こういったものをちょっとやってみていただいて、特にですね、巻き方が気になるとかですね、何をやっても肩がこう、内に入ってしまうとかっていう方も、ぜひ試していただいて、まあ、これをやることによって、そういったものが解消しますので、まあ、やってみて、どうだったかっていうところと、まあ、こういう実践法っていうのを僕はお伝えしていますので、まあ、皆さん実践していった結果ですね、コメントいただけたりらですね、まあ、すごく励みになりますので、ぜひですね、この動画、まあ、すごく簡単ですし、すごく短い時間で、サクッとできるので、ぜひですね、やってみていただいて、まあ、今後もこういった動画、上げていきますので、ぜひチャンネル登録、そして、今後の動画も含めて、楽しみに待っていてください。では、また、よろしくお願いします。